どうもつくどんです。なんだか冬になったらエンジンのかかりがね悪くなってきちゃったんですよ。車中泊してる時にエンジンがかからなかったらなんか嫌ですよね。寒くなるとバッテリーが出力が弱くなるんで、こうエンジン起動用のセルのモーターが元気がなくなっちゃうんです。そこで 10W のソーラーパネルをバッテリーに直結しましょう。これがねその 10W の弱っちいソーラーパネルです。これなんで 10W の弱っちいパネルを買ったかというと、あんま強いとバッテリーに電池溜めすぎてバッテリーが爆発しちゃうんで、爆発しないでちょうどいい塩梅で充電してくれると、そういうソーラーパネルですね。じゃ早速ねパネルを設置してみましょう。お、なんか開けたらソーラーパネル、こんなんだね。吸盤がついてる。で、コードがありますね。設置場所、設置場所。ここでも、こんな感じでもいいのかな。これですね。これが、バッテリー直結パーツ。ワニバサミパーツ。シガーソケットパーツ。あとね、吸盤の予備と、カラビナがついてますね。ひょっと、シートを倒して、これは、引っぺがせばいいのかな。よいしょ。これと、これ、プラスとマイナスにくっつければいいんでしょ。取り外しはマイナスからだよね。マイナス。大丈夫かな？大丈夫だね。マイナスを外す。あ、取れた。あ、これでいいの？簡単だね。これで、あ、外れました。マイナスが触ってるとダメなんでしょ？これが触んないようにしないといけないんでしょ？ネジ。よし、取れた。ネジなくさないようにね。しないと。これで、プラスを取ったからもう電気は通らない。つけるときはプラスだ。つけるときはプラスからつけてマイナスをつけるんだね。外すときはマイナスから。つけるときはプラスから。だね。よしよし。プラスから、ああ、マイナスはついてないね。うん、ついてない。で、プラスをつければいいんだよね。大丈夫だよね。つけるときは、プラスから。はい、プラス。ネジ。ギュッと固く締まりましたね。はい、プラスつけました。プラス OK。次はマイナスをつけます。よし、こんなもんで大丈夫かな。よし、大丈夫ですね。これでくっついたね。よし。そしてソーラーパネルのこれとこれかな、これをつなぐ。あ、隙間空いてるけどこれでいいのかな。よし、これで充電がもう始まってる。はい、これでねソーラーパネルが
着きましたー、着きました、やった、これでバッテリー上がりしなくて済むね、よかった。冬でも元気なバッテリーでね、フル充電で過ごせますね。運転席の前にね、ここにスペースがあるところにパネルをくっつけて、だいたい1週間経ちましたね。1週間使ってだいぶエンジンのかかりが良くなったんじゃないですか。ちょっとかけてみますね。おお、なんかね、前より全然ね、 ETC カードを入れてください、かかりやすい、バッテリーがなんか元気な感じですね。まあね、めちゃくちゃ寒くて1度とか0度とかの時はね、キル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 って長かったんですけど、 GPS を受信しました、だいぶ元気になりましたよ。これはいいんじゃないですかね。まあでも壊れたかどうかがね、僕判断しようがないんですけど、何で調べればいいんだろうね。壊れたかどうかっていうのがちょっと、分かんないです。以上でーす。またね。